皆さんはじめまして、テンプクーラーというものです。第1回チューブ狩り講座、今回の相手はくましさんです。今回はですね、相手の手持ちにはセグレイブ、ヘイラッシャー、オーロンゲというチューブ狩りがいながら、こちらの手持ちにはチューブ狩りは一切入っておりません。つまりマイナーパでチューパーをフルボッコにすると、そういう趣旨の実況動画です。フワライドの通り自体は良くはない気がするけど、まあフワライドでバチコリ小さくなる積んで、あーただダメか、ヘイラッシャー天然だもんな。今回サブプランでいこうか。エイフィーで壁張って、アメ肌は出して、身を削りまくって、まあ、ラスト1体を、まあ、適当に老害一時効果強いんで老害でいこうか。あ、デカヌちゃん、まあ、先手のデカヌちゃんは大体起点作りだと思うので、まあ、でもたまに殴ってくるやついるんだよな。あ、でも上は多分取れてると思うんで、まあ、ここはしっかりとねリフレクターからいきましょう。猫魂、まあそれは別にあんまり関係ないかな。さあ、改めまして、リフレクター。しっかり壁張りして、もちろん光の粘土も出せております。あ、落ちてもいいや、最悪。エイフィーでね、壁張っちゃえばこんだけ耐えますから。あんまり必要ねえと思うけど、壁も張っちまうか、これ。やることねえしな。光の壁も一応張っといて、さあもうこれで、エイフィーの役割は終わり。なんか優秀なね、補助技がもう一個あればよかったんですが。あれ待って。なるほど。あれマジックミラーってステロ返さなかったっけ。まあいいや。じゃあここはマジカルシャインで。まあ何の意味があるかわかんないけど、圧かけていこうか。やりたい放題されてんな。やりたい放題されてんな。あ、ちげえわ。デカルちゃん型破りだからか。デカルちゃん型破りだからか。なるほどね。うざいね、普通に。うざいちゃんだね、こいつね。そういうことか。早くエイフィー取ってくんねえかな。なんで俺さっき、マジシャ打ってたんだろう。で、ここ、デカルちゃんただ、あー、そっか、電磁波のタイミングで身を削る打っちゃうと全抜き厳しくなっちゃうのか。わー、ラムにしとけばよかったかな。これ、老解でいくか。老解やったら電磁波あんま関係ないしな。わー、本当はね、身を削りたかったんだけど、そっか、デカルちゃんだと、そうなるのか。結構苦しいね。ここ、猫騙しでいきましょう。火炎玉の方がいいっすね。麻痺は、麻痺バグで負けるの寒いんで、ここは猫騙しで、しっかりと、ひるませていくと。老害焼けていく。上手に焼けました。まあ、裏見た感じ。まあ、割と動画一人いいんで。いや、これはさすがに照らしたのはいらねえか。デカルちゃんを引っ込めた。まだ取っとくか。なるほど。ヘラシャー、いるんだね。あ、まあ、悪くはねえ火力。ヘラシャー相手にこれは悪くはねえ火力。5つ目減らしちゃ、ただここちょっと引けないんで、もう突っ張りましょう。もう照らしたら切るわ。減らしちゃ潰しますね。眠る入ってない方やったらいけると思うんだよな。5つ目型ならなおさらいけそうな気はする。老害の強さ見せましょうか。減らしたらしっかり切って、殴ってけ殴ってけ。ドレインパンチ。いけ。いい火力。さあ、確定3発持っていけますから。しかも回復するんで、あんまりゴツメとか関係ないんだよね。これが強い。ヘビーボンバーは全然効かない。もともと重いんでね、こっちも。こっちもヘビーボンバー採用するぐらい重いポケモンなんでね。ドレインパンチ。ちょっと侮ったなぁ。ハリティヤマさんの火力を。いけ、老害。いけ。おらっとん。ナイス。よ。いいパンチだ。こうやってね、調子に乗って受けに来たヘイラッシャー返り討ちにできるの強いね。いいね、いい気味だね。ヘイラッシャーを正攻法で突破する感じいいね。物理受けヘイラッシャーを普通に火力だけで持ってきましたよ、こいつ。まあ、根性はね、能力ランクとかではないので、あまり関係ない。さあ、セグレイブ。大体のね、セグがね、地面テラなんですよね。まあ、ドレパンでいこうか。わかんねえわ。一発はね、あ、でもリフレクター切れたな、さっき。死ぬかもしんねえ、さすがに。さすがに死ぬかもしんねえ。耐えるかな、これ。いや、それは悠長、超悠長。え、舐められてる、舐められてる。クソ舐められてる。あ、舐めすぎだわ、それは。いけ、お前の力見せろ。老害パンチ。いや、悠長じゃねえかもしんねえ。バレパン、アクアジェットで取ろう、これは。もうバレパン、アクアジェットで取って、まあ、最後頑張って勝つしかねえ。強っ。え、でも自信だったら耐えたな、これ。普通にドレパン打てばよかった。
まあ、耐えねえか。さすがに1万収支耐えねえか。まあ、ただ、十分すぎる働き。任せましたよ、身軽さ。失礼、サメ肌。いやー、こういう時、型破りじゃない方がいいってなるよね。切れ味の方がいいってなるよね。さあ、残念ながら、型破りの方を採用してるんです、私。さあ、まずはアクアジェットでぶっ飛ばしてけ。もやもや気分切り払いして、ロッククライムほら乗り越えたら、グッグスマイル採用、アクアジェット。まずはセグ取っていく。頼む、サメ肌。お前の力見せやれ。デカヌちゃん、勝てんのか？やれんのか？お前。多分ここ相手のデカヌちゃん S 振ってないと思うんで、まあここはもう普通に赤ブレイクでいきましょう。ネクタマシー、その地味な攻撃が痛い。もう痛い、死んじゃう。いや、アクアブレイクだ。デカヌちゃんのデカンマ耐えれかな。ワンちゃん耐えたー。やっぱり耐えた。急所でこれか。あ、じゃあ全然余裕で耐えたんだ。さあ、お盆飲み食べて、よし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 。あ、これ勝ったんじゃない。相手の技構成がステロ電磁波。あ、勝った。赤ジェットも勝ちや、これ。ステロ電磁波、デカハンマー。あと一個なんだっけ？まあ、いいや、見せてないのか。あ、猫騙しやから、もう、このターンわざ打てねえから、アクブレ打つと3割麻痺負けがあるから、アクジェの方がいいかも。よっしゃ勝った対戦。ありがとうございました。今回の動画いかがだったでしょうか。全抜きではなく普通に対面対面で勝っていきました。まあ、ハリテヤマとかのね強さ分かっていただけたのではないでしょうか。というわけでご視聴ありがとうございました。